ズデネクシティバルは、チェコ、プラナー出身の自転車競技選手。2005年、2006年の U23、シクロクロス世界選手権自転車競技大会優勝者。2006年、ツアーオブジャパンで来日、総合22位。2007年に、エリートに展示、シクロクロス国内選手権では、2007年から2011年まで、5連覇中。また、 2009年から2010年シーズンの UCI クロクロスワールドカップで総合優勝を果たした。エディート部門における世界選手権では2011年3月1日よりクイックステップに加入。2013年エネコズアーにて総合優勝を獲得。キャリア最高の勝利を得た。ウエルダー・エスパーニャ第7ステージでは僅差で逃げ切り、グランツール初勝利を飾った。 2015年ツールドフランス第6ステージにてゴール前のアタックを成功させ優勝。残すグランツールでの勝利はジロでイタリアのみとなった。ロード競技ではワンデーレースに強く2015年にストラーデビアンケを制している。パリ・ルーベでは2013年から3年連続で一桁順位でフィニッシュしているもののまだ勝利はない。2015年は ゴールスプリントで4レーゲンコルプの2着に敗れ、2017年もフレフファンアベルマートにスプリントで敗れ2着となった。ありがとうございます。